はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずですね、今回加瀬監督としては初作品ということになると思うんですけども、はい、なぜこうパンクという題材をこう撮ってみようと思われたのか、はい、そういったところからちょっと聞かせてもらいます。はい、わかりました。もともと自分がそうですね、高校2年生ぐらいですかね、2年生ぐらいから、パンクバンドを始めまして、というのもその、題材になっている木更津という町の皆さんが、パンクだったり、サイコフェリーだったり、いろんな方々がいてですね、それをライブとかちょこちょこ行くうちに、なんでこんなかっこいいものが今まで知らなかったんだろうというか、言ったらもうすごく魂の叫びじゃないんですけど、今まで聞いてたその J-POP とかそういうのとちょっと一線を画すものがあって、それにすごく感化されていって、パンクバンドをもういつかこう、題材にしようと考えてたんですね。で、その木更津という街と相まって今回この初監督作品に当たるにあたって、やっぱりある種のこう青春期を超えるところで、パンクバンドというものを用いて、エネルギッシュに作ってみたいなというものがありましてね、すごい作品にリアリティを感じたんですけど、例えばキャスティングについてとか、あと撮影場所とか、こだわったポイントみたいなものをちょっと教えてもらいたいんですけど、キャスティングについては、初めでも楽器ができる何よりやっぱり雰囲気がある人たちということがまず一つあったんですけど、場所に関しては先ほど言ったように、僕がもう一つずつ本当に生活していた場所というか高校生活を過ごした場所であって、そこを本当に、踏襲して、歩いていってもう一回おさらいしてその場をそのまま使ったという感じになると思いますけど、ただその木更津という町の特性があって、やっぱり、それは僕の中でちょっとパンクバンドというかパンクと共通してるんですけど、一見こうすごく、何でしょう、すごくだらしないというかやる気がないというか、前向きではない感じがするんですが、なんか奥底の中にすごく秘めた熱さだったりそういうものを持っている町であり人たちであったと思っていたので、それをどうにかこうフィルムに映せないかなというふうな思いはありました。挿入歌というかですね、ラインノーズの曲など使われていると思うんですけど、そうですね、先ほどちょっとお話しした一番初めにこうライブで木更津でライブで見た曲の中で一番印象に残ったのがラフィンノーズだったんですね。でラフィンノーズっていうものを当時知らなくて、ネットもない環境だったので、でもなんか友達に聞くのはちょっと恥ずかしくてですね、このなんてバンドってなかなか言い出せない中、なんとなく友達ん家に行ったりとかして、その置いてあるレコードを見たりとかして、あ、この曲がラフィンノーズなんだと思ってすぐ CD ショップに行って買いに行ったんですけど、レコード版が多いバンドでしたのでなかなかこういい CD がなかったんですけどね、でも1枚見つけて、その1枚見つけた曲、CD が、ラフィンノーズの本当に有名な CD だったんですけど、で1曲目に入ってるのが今回メインテーマに入ってるパラダイスという曲だったんですよね。それをすごく毎回 CD かけるために1曲目にかかってくるのでものすごく印象に残っていて、多分それがそのまま今回のテーマソングになり、その木更津という街と合致してパラダイスという、テーマソングになったと思います。もう見どころ満載だと思うんですけども、こんなところに注目して見てもらいたいみたいな、ちょっと我々 そのギターレーダーという、ウェブマガジンの中のユーザー、ギター好きだったり、それこそパンクとかいろいろ好きな人も多いと思うんですけども、なんかちょっとメッセージ的なものを最後にじゃいただきますか。そうですね、本当ベースをやっていただいた、木戸役の伊藤君っていう方はもともと本当にギターをやっていたりすごく音楽にはすごく通じていたんですけど、他の、ドラムの大悟君であったり、ギターの内野君であったりというのは本当に素人で、全くやったことがなかったんですね。本当に触ったこともなかったんですけど、本当に1ヶ月間ぐらいの間、ずっと練習をし続けてくれて、今回の本当に、撮影のために頑張ってやってくれたんですね。
まあ、それも僕の中でそのギターであったり音楽であるっていうことは、まあ、上手いとか下手よりやっぱ何かを伝えるっていうことですかね。それはまあ映画と同じだと思っていたので、まあ、彼だったら絶対にできるっていう自信があって、まあ、本当にそれに応えてくれて頑張ってくれたので、まあ、見てほしいところはやっぱり一番はバンドのシーンですかね。音楽のシーンを見てほしいです。まあ、それとやっぱもう一つあのバンドのシーンと同様に、まあ、皆さんがその生活している空間というか音楽をやりながらも未来に立ち向かうというです、ね、姿勢を見ていただければと思います。はい、分かりました。ありがとうございました。はい。